グラーフが取れちゃったから、こっちで強いクラブを作りたい。パーフェクトタウン編に比べ、有望な若手が多め、さらにはグラーフまでいるという、期待感が上がっているまさかのど田舎プレイでございます。センターディフェンダーの留学先がないという田舎の大問題が解決できてないんですけどね。姉妹としてイケイじゃないと追加できないので、解決まではまだ遠いでしょう。では11年目。補強で失敗したくないこの戦い、スタジアムを大きくするお金をコツコツ貯めております。次は契約更改、スタジアムの改築費用が削られちゃうくらい結構多かったこのシーズン。スタジアムの方は、85億前後はかかるので、余裕が持てる資金になってから、取り掛かりたいのですが、大事な選手たちの年俸を払う作業でこの年の改築するモチベを持っていかれてしまいます。退団していったのはネギシリンのみで、かかった費用は32億ほどでした。キャプテンは問題なさそうな高すぎ、キーパー育成のために、キャンプはアスンシオンかアカプルコも挟みたいので、統率力上げるのかを計算する指標となっております。その後、去年末に獲得した崎健二が入団し、新人獲得はもう見る気もないレベル、でもしっかり他クラブが取るのを見ないと、他クラブにすごい選手が入っちゃうので我慢の時間帯。その後、源が帰国、出てくる選手優秀な人ばっかりじゃないか。田舎なのに、やり手だね。入れ替わりで今度はいわきをリスボンに送り。田舎なのに、世界ランクは27位、田舎関係ない。さて、11年目のクラブの状況ですが、センターディフェンダーが足りないので、ディフェンシブミッドフィルダーの源をとりあえず置きました。いい選手たちはまだ若いので、勢いがありそうです。どこにどの選手が欲しいかというところを見ると、だいぶバランスよくいい選手がいる状況ですが、今ここが足りないというのは、右サイドディフェンダーになります。日本人の最強右サイドディフェンダーは、ノリズキとミクリアがいるので、どちらかが欲しいです。あとは、鬼重がいたらいいけど、無理に出なくてもなんとかなりそう。あ、最強レベルの外国人がもっと欲しいですね。という状況の中、見つかったのは右サイドディフェンダーでしたが、最強から少し下の選手二人。そのうち水原と契約することに。小沼もいいんですが、微妙に水原の方が上、成長タイプは小沼が早熟、水原がやや晩成寄りなので、この二人から選ぶなら水原ですね。さらにもう一段階上の選手が欲しいんですが、とりあえず保険として獲得です。翌月、水原が入団し、さらにスカウト活動に注意深く見ていきますが、リッカート惜しい。お金があれば転生させてたんだけどなぁ。その後7月、妥協の与田登場、すごい何度もリストアップされるので、16歳で出てきたところを獲得しました。それよりも右サイドディフェンダーが欲しい。でも違う選手が出てくる生活。そうしている間に11月。やっぱりこのデータ、持ってます。いたのはマリウスでした。20歳でしたが、まだ間に合うでしょう。留学を考えての複数年契約を結び、すぐ留学できるようにします。3年契約で、翌年に留学できるようなやや大型契約です。マリウス級が取れたのは大きですが、バウアーはどこに行ったのか。欧州選抜対世界選抜の試合で所在の確認が多少できるので、そこで見てみると、
バウアー健在です。年齢は29歳。買い取って転生させたいけど、リストに上がればですね。あとはパサーヤも生存確認、ジード、フランシスコもいいですけどね。特別欲しい選手は数名いました。という1年でした。右サイドディフェンダーの最高レベルは取れませんでしたが、しっかりマリウスが取れたので、このデータにしてよかったという感じです。まだ優秀な選手たちは留学待ちの状態ですが、パーフェクトタウン編のチーム力にさらに近づいたかな？比べていくと、6レーンからのグラーフ、根岸からの源、そのくらいでしたが、着実に力をつけているという状況です。ちょっと比べるものを前回録画失敗しているので、変な時期になっていますが、とりあえず言えることは、しっかり育っていますという感じです。どのくらい将来有望なクラブなのか、一覧を見ながら、軽く選手の能力を並べてみますね。まずは川本達政、ピークがそんなに長くないというのが問題です。30歳くらいまでしかピークは持ちませんが、キーパーの能力は最強。矢村の方が長持ちですが、最大瞬間風速はこちらが上です。源も達政と同じ成長タイプ、長持ちはしませんが、こちらも能力は高いです。守備がより強いですが、ヘディングがやや弱めですね。完全に早熟のため、他の選手が育っている間に衰えるであろう萩原。でも、センターディフェンダーはさらに大物が控えているので問題はないです。そろそろ衰えが見えてきそうなアルガン中は、最高レベルの選手と比べてもそこまで見劣りする能力ではないですね。ここの代わりを今探しています。序盤の程よい選手的存在、松本太郎、左サイドディフェンダーは若手がいるので、うまい具合の世代交代ができそうです。30代でも使えるトール・アキオは、マイナーズとしての獲得、源が育って、センターディフェンダーが落ち着けば退団かな。高杉はエディットなので特に出せるものはなし、グラーフレベルとだけお伝えしつつ、実は能力は普通に高い藤田、ポジション適性が B なので、その分低い判定かな？でも、新たな世代までのつなぎです。完璧な選手、グラーフ、体力成長が早熟なのが問題ではあります。30歳付近まではやれるので、それまでにクラブを完成させたいところです。世界最強のバランス型フォワードの家、もう25歳なので、ちょっと将来的には厳しいですね。鬼刺激必要か、それとも高杉を前に置くか。逆に長持ちしまくる男登場、守備意識が低いですが、その長持ち具合、ヘディング能力で安定してやっていける大事な選手です。妥協して取ったよだ、多分補強次第でというより、確実にどこかで自由契約にするでしょう。攻撃面がより優秀な奥村、左サイドディフェンダーですが、すでにさらに上の選手がいるので、どこかのタイミングで放出が濃厚です。正直保険で取った水原、三栗や、ノリ月が取れればお払い箱になってしまうでしょう。こちらも保険の森崎、しかし今となっては、崎健二、マリウスがいるので、使う未来はなくなりました。二段成長する崎健二、期待しかありません。期待の塊です。ディフェンシブミッドフィルダーの保険的選手、いわき、保険と言いつつも、バランスはいいので育てています。何こらたここらのタコ、守備意識が低いじゃないですが、なのに異常な試合の評価点が高いというイメージです。なので能力異常の波を感じます。そして左サイドの街道。もう彼がいるので、十分ですね。守備能力が特に高く、文句なしの成長型です。こんな選手たちを抱えパーフェクトタウン編より期待値が高いという、そんな感じをお届けできていたら幸いです。贅沢を言うと、キーパー矢村、右サイドディフェンダーのリズキカミクリア、フォワードの鬼茂、あわよくばバウアー、それに近い海外選手でしょうか。
留学先の追加も頑張らないとな、というか完全運次第ですけどね。今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。